あ、この、これですね。聞いてる？首塚大明神っていうこれ。いやー、気持ちない。あの、妖怪の中でも有名な酒呑童子ってご存知ですか？お酒大好きな鬼の妖怪なんですけれども。まあそういう。お酒の大好きなかっちゃんは知ってる。うん、俺も知っとる。違う。マジなお酒好きの妖怪がいて、いて、それが討ち取られて首がここに埋葬されてると。行ってみる？邪魔にならんかな。何の？あの人たちの。邪魔だったらもう見て帰るしかないよ。まあそれでいいか。まあ酒呑童子の首に関しては正直なんていうの、あなたが妖怪っていうコンテンツに精通してるかどうかっていうところから入るから、霊感的な意味で。そうそうそう。失礼します。さてさて、上に人がいる。小さいお社があるだけ。なんか感じます？え、これ感じない？え？あの、感じませんから言うておりますけど、ただあの後ろはあれだから気をつけてね、溝だから。マジで？あの、あれだな、これあるな。あの、霊感こそ俺は何も感じないけれど、夜来てもなんていうの、いい感じだなとは俺思ったよ。え、待って、なんか感じてんの、あんた。あんた感じてる。何よ。何？恨み？怒り？悲しみ？上で撮影してるんでしょ？うん、なんかカメラを使ってた。そう。まあ、夜来る価値はあるということでよろしいかな、まずは。何、霊感強い人がいたらまずい系なの？いや、これ感じない、霊感ある人で、これを感じない人ってただのアホやぞ。はい、アホです。嘘、俺もうダメだ。ああ。裏気になるんだよ、ちょっと。あれやで、走るのはええけど、クマとかヘビとかワンちゃんいるから気をつけてね。こっち？あの、社反対側ですけど。いや、あの社じゃなくて変な家が映ったで、これだわ。社の向かいの建物でございます。
カメラ持ってきてないよね。デジカメ？うん。昼だから持ってきてない。え、昼でも映る可能性あるレベルですか？やっぱ主電動機すげえな。言うてあれですよ、あのその主電動機を撃った人があの現状人間なのざっくり1000年ぐらい前の話ですよ。それもまた首跳ねたかはどうかないけど、そんなことは映らない。うんうんうん、その妖怪すら普通の人間だと思ってるんで。まあまあまあ、鬼と言われるだけのなんていうの怖さがあったっていう。それでお酒を飲んで酔っ払って暴れてどうのこうのっていうのは映ってるけど、あそこは見えてるんだ。それが鬼かわからんけど、ただ酒乱っていうのは上がるね。お酒飲んで手がつけられなくなるタイプ。そうそうそう、それで暴れて人に目すげえ迷惑かけて殺されたってやつじゃないの。妖怪じゃないでしょ。まあ鬼ヶ島の鬼もね、鬼とは言われてるけど多分人の所業だからね。まあでもそんだけヤバい人、うん、っていうことだと思うんですよ。剣術武道、喧嘩も強いし、だから暴れて人を殴ったりして殺したりしてて。夜来よう。あ、食べたい。まだ入り口も入り口なんだよ。先行けよ。私は生贄にする気だな。ほんとやな、久々にこんなにオーブン見てもらった。すげえな、ほんとやな。生首見えるね。生首なのかな。ほんとやな。これ即撤退案件か。すげえ寒くなってきた。寒くない？